日本東京都北区東田畑東田畑は東京都北区の町名。現行行政地名は東田畑1丁目及び東田畑2丁目。郵便番号は114-0013。東京都北区、滝野川地区の東南部に位置する。北部で荒川区西尾グ、東部で田端新町、南部で荒川区西日暮里、西部で田端、西北部で、 中里に接する。JR 東日本山手線、京浜東北線及び、東北本線小串線の間に挟まれた、芝市。荒川沿いに形成された下町定地にあたり、武蔵野大地の東部を占める、山手大地東端にあたる田畑とは異なる。地域は、滝野川警察署及び、滝野川消防署の管轄地域内にある。住宅のほか、 物流拠点に近いため倉庫や商業地も見られる。地内の多くの部分を鉄道用地が占め、田端駅、田端信号場駅、JR 東日本田端運転所をはじめとする鉄道関係の施設も多い。同地域は田端村の一部であり、商業は村を2分した商業の内下田橋の西部に当たっていた。 もう一方の大地上の上田氏に対して呼ばれた名で、定地部は、下田橋と呼ばれていた。1889年に、町村制が施行されると、この地域は、北豊島郡滝野川村大技田畑の内技恐怖、及び開花となった。1913年10月1日に、滝野川村が、調整施行し、滝野川町になった後もそれぞれの小技であり続けた。 1930年5月、あざ恐怖及び自教下は、滝野川町の大あざとして、田端町の一部となった。東京市の設置した町会町名、地盤整理委員会によって新たに編入される、予定の20区の町村に対し、鉄道、軌道、または道路、河川などによって区分統合し、旧町はなるべく旧省を尊重するという大方針、及び、 委員会の定めた六方針のうち、大技をもって、地番区域とする。町村境整理は、大技の区域をもって、新町とすること。大技の区域があまりに広く、一般に小技を使用しているもの、または、数正寺を総称する。地方名のある時は一正寺、または、数正寺の区域をもって、新町とすること。大技の一部が、他の大技に散在し、または、 他町村に飛び散している場合は全行になろうとの、方針によって、東北本線小愚線の土手伊東を、田畑新町一の三丁目都市、当地は土手伊勢を、田畑町とした区域の最東部となった。また、当地と田畑町のうち上田正とは1935年に、仮設された小泉田畑駅北側の古墙橋、田畑大橋でつながるのみであり、 上中里経由の路線が引かれて以降、田端大橋の完成までは、道館山下の道路を使って、日暮里町側を大きく迂回しなければ、往来できなかった。1932年10月1日、滝野川区田端町の一部となったが、すでに千葉整理済みだったため、町名、千葉とも変更がなかった。関東大震災後は、 軍用地が多くを占めた田端町第一部に対して当地及び田端新町によって形成される低地部は民間工業を中心とする工業地帯として発展した。1942年以降は第二次世界大戦の激化により一般工場の軍需工場化及び大小の軍需産業の流入が起き昭和町及び堀井船に続く工場密集地帯となった。 終戦後、1947年3月15日になると、帰宅成立のため、帰宅田畑町の一部となった。1969年5月15日に、京浜東北線線路から、東側の当地が田畑町より分離、東田畑1丁目、2丁目となり、住居表示が行われた。分離後の田畑の正半。 上田炭足と東田忠氏を結ぶ唯一の道路である田畑大橋はすぐ北側に1987年に新田畑大橋が仮設されたのを機に撤去される予定だったが地域住民からの要望により人道橋田畑ふれあい橋として改装されたかつて商工場が進出した土地の多くが現在は高層住宅に置き換わりつつあるが 高度経済成長期以前に建設された工場勤務者向けの小規模な住宅、アパートも残っている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中里と東田忠氏は一点でわずかに接するのみである。ありがとうございます。